浪人ではない。酒井仁と申す。侍ならば御前に会われよ。うむぎなりの佐藤様、さあこちら参りましょう。まず御前にご挨拶。このお方がうむぎ御前です。うむぎ谷へようこそ。猛虎に知られておらぬようですが。ありがたいことにね。ここでは争いなんていくとせもご無沙汰。太刀を抜けばうちの者が黙っちゃいないよ。その掟を守りゃわけもなく切られることはないけどね。さてそれじゃあご用を伺おうじゃないか。仲立ちの五郎を探しておる。なるほどね。今頃下で酒をしこたま飲んでるはずだよ。仲良くしてやりな。少し礼を言う。また会いたいもんだね。あんたとは助け合えそうだ。なあ、心なしか泡の味がおかしくないか。ああ、わかるよ。あれやったんだ。頭を働かせておけ。お主が五郎か。だったらどうだってんだい。そういうあんた。酒井と申す。なに？侍はみんな死んだろ。生きているか確かめるか。だがその前に聞くんだ。志村殿から借りを返せと言づかった。志村様が何をしろって？本土まで下踏みを届けろ。ああ、そいつは高くつきますよ。まして猛虎が海を封じてるんだ。借りがあるのだろう。これで返せ。やるしかねえってことだ。駒田浜の戦で志村様と一緒に借りも消えたと思ったんだ。だから飲んでたんだよ。祝い酒ということか。弔い酒だ。俺らなんかを守るために大勢が死んだんだからな。だろ。そう思うのなら覚悟を決めて戦いに手を貸せ。だけど戦える侍がいないだろう。加勢は得られる。お主が下踏みを届ければな。どこに行っても嫌われ者だ。俺んちはここだ。帰りな。猛虎の囲みはやすやすと抜けられねえだろうな。文はあんたが持ってるのか。ご当人だ。赤島の海岸にいらっしゃる。なんとかしてみるか。水戸岳砦の近くに船を隠してある。この地図に目印を書いた。そこで落ち合おう。今やすぐ猛虎の手に落ちた。ゴロ、開けろ。今日こそは金を返すまでこっから動かねえぞ。まずい。俺が出てやろう。お主は行け。おお、そりゃ浪人が何用だ。あ、これはこれは、なぜゴロの家なんかに。なんだと。いや、出直します。稽古台から竹をもらって荷台を直しましたが、あれはお侍のものだとか。本当ですか。あれは剣の腕を磨くものだ。心を澄まし人たちで竹を切らねばならん。ご無礼をいたしました。すべてお返しいたします。あの大きな旗も。そうしてくれぬか。荷車のことは無念であろうが、稽古台使わせてもらおう。あの夜からよI'm sorry.
ったな。守備は？はい、お伝えします。ウムギ谷でゴロを見つけました。酔っておったか。覚ましました。御身への借りを返すため本土へ船を出すと。悪人も使いよう。あやつほど海を知る者はおらん。この二人が下組の使いですか。そうだ。小太郎も太郎も中遊の士。鎌倉への書状を託すにふさわしい。五郎曰く近くで落ち合い船へ案内するとのこと。宵闇に紛れて立つぞ。その時までに戦支度を済ませる。はい、叔父上。頃合いだ。皆馬に乗れ。いつでも立てます。油断せず。野党にも気をつけよ。この顔、聞きたいことがあるようだな。申してみよう。五郎と知り合った戦いきさつは。お金製の殻の絹を売っておったのを捕らえてな。絹を燃やし放免してやった。罰する代わりに本を売ったのですね。腕の良い戦争は得がたいからな。まあ、この囲みは熱い。ゴロは抜けられるでしょうか。抜けるしかない。我らが捕らえられたらどうします。血を恐れてはならぬ。勇気を持ち守るべき民のことを忘れるな。シミレ様。ゴロ、船はどこだ。こちらに。生きてらっしゃったとは。よかった。よく引き受けた。見直したぞ。まあやるにはやりますが、岸を離れることなく沈められちまうかもしれませんよ。この身の兵が船に行参いますから。では奴らの気を他にそらさねば。止まれ。ここからは歩く。水戸岳取り、我が父が槍川家から奪ったもの。今や猛虎の取り、侍が二人で奪い返せば肝を冷やすだろうな。砦の中で騒ぎを起こせば、うん、船の物見も目を向けるはずだ。五郎、これより我らは砦に押し入ってくる。その隙に船を出せ。ダメです。死ぬつもりですか。いいから、下踏みを届けろ。馬では気づかれる。歩いていくぞ。良いな酒井。猛虎は手強い敵だが、不意さえつければ勝機はある。それだけで砦を落とせますか。なぜといえど、一斉にはかかってこられまい。幾度敵の不意をつけると。初手だけで十分。残りは切るのみだ。猛虎の兵だ。隠れて行けば。敵に背を向ければ背中に逃げ傷を受けるぞ。
ではないか。こやつら恐れをなしておるぞ。それでこそ武士。ありがたく存じます。不覚を取るな。救援隠れて。猛虎の船にいる兵の目を残らず引きつけるぞ。足を止めるな。切り捨てて進め。
見つかったな。奴らの船に追われればひとたまりもなかろう。いえ、我らがおります。それにこの槍も敵の兵器だぞ。それを使うと今は味方の命が肝心。操れるのだな。やってみせます。もうこの船を潰せ。砦の兵は任せろ。おじうえ、ここで死ぬつもりはないがな。新手の船が来よったぞ。五郎の船に近づけるな。船が来よったぞ。五郎の船に近づけるな。やりました。もうこの船が燃えています。続けろ。そのまま距離を置きませ。一度ならず猛虎の狙いをくじくとは。叔父上の教えに恥じぬようにと。それどころではない。まこと立派になったもの。成長したな。あの下組には上申もしたためてある。お前を志村の跡継ぎにするとな。叔父上、心中では常にそなたを跡継ぎと思っておったが、この戦が終われば世に知らしめる。いつの日か民はそなたを頭と仰ぐだろう。わしの後を継ぎ地頭となるのだ。将軍様の下事情によってな。私が務めを果たせるでしょうか。果たせるとも。援軍がつくまでの間もことを進めておかねばな。お考えが。酒井家の鎧を手に入れ、生き残った武士が民のために戦う姿を見せておかねばな。大見村に向かいます。終わったら我が久原の陣所に来る。その後共に藩から我が城を取り戻し、対馬を救う父と子として将軍様も勝利を祝ってくだされ。離れることになるな。天狗でも用心しろ。どうした。娘が何日も家に帰ってこないのです。逃げたのではないか。そんな子のものですか。探してください。母もそなたのように俺を守ろうと必死だったな。この辛さ分かるでしょう。最後に見た場所は道場です。私が先に帰ってあの子も戻るはずが、そのまま行方知れずに。探してみよう。夢を見た者がおるはずだ。そら
クメという娘を探しておる。女、男、鶏、何でも揃ってる。銭を払ってクメと呼べばいいじゃないか。知れ者め。どうしてモーコは未だにウムギダニを攻めてこないんだろうな。村の場所だ。クメという娘を知っておるか。アキュートの娘か。まあ知ってるよ。でも何日も見てないな。心当たりは。悪いが知らないね。クメという娘を探しておる。そんな女知らないし知りたくもない。どっかに行け。もしお侍こちらへ。その娘を知っております。まことか。はい。ですがここではついてきて。やはり何か裏がありましたか。そのようだ。幾日も戻っておらぬらしい。ここでならお話できます。クメとは馴染みで、最後に見たのは仕事の仲立ちと出て行った姿です。仕事とは何だ。宿の下女です。母親のために金を稼ぎたいとか固く口止めさせられていたのですが。宿はどこだ。街道の先の沼中です。沼中の宿、クメがおるはず。何の音だ。立ち見はない。近くにいる。何か聞こえた。いるんだろう。ここにはいない。引け。油断はするなよ。次こそ捕らえるぞ。Let's go.
いつか。気を抜くな。死んでる。ああこいつまで近くに。どこに。奴も矢が尽きるはずだ。消えた。手向かう気はなくしたが油断はする。近くにいるのか調べるぞ。やはり死んでる。この道を苦させるか。どこに隠れてるのか見つけてやる。一度引く。戦える備えはしておけ。次は逃がさないぞ。酒井の仕業だろう。あっちはさっぱりだ。引け。油断はするなよ。次こそ捕らえるぞ。俺も聞こえた。
助けて。あいつらが無理やり誰も傷つけたくなかったのに。どうせ獅子か何かだ。またお前かよ。どこに隠れてる。やはり誰がやった。ああこれはあいつ間違いない。この程度か。助けて。あいつらが無理やり何をやらされた。人を騙しました。道端で助けを求めながら誰か来るのを待って多くが立ち止まり、助けてくれる人もいました。もう終わった。家まで送ろう。今引けば生きて返してやる。女、男、鶏、何でも揃ってる。銭を払ってクメと呼べばいいじゃないか。知れもこめが。侍様、何かお礼をさせてください。礼には及ばぬ。だがなぜここが。つけました。浪人と話すのを見て、その後私も話を聞いてみたのです。勇ましいな。相手が浪人で怖くはなかったか。我が子を失うことに比べれば怖いものなんて、もう一生母さんに会えないかと思った。雅子殿、いつからいらっしゃるのです。何、来たばかりだ。お休みください。休んでおる暇があるなら犯人探しを続けたい。ここで大村という男を捕らえれば一歩進めるのだ。刑場に名が載っておりましたな。一族を殺した連中に文具を流しおった。ではそやつを捕らえ口を割らせましょう。開けた場所は避けるぞ。こっちだ。大村は鵜麦へ向かうと聞いたが、いつかは分からん。だから待っておったのだ。ずっとな。ここは物見に良さそうだ。大村とやらの人相は。さあな、もう20年も会っておらぬ。年式も館に出入りしていたが、盗みを働いてな、報酬が足りなかったからとケチまでつけおった。なるほど。無論嘘だ。今は黙って道を見張れ。しばらくここで過ごすやもしれぬぞ。雅子殿、あれを。誰かこちらに来ます。昔の姿のままだ。20年前と変わっておらぬではないか。息子らでしょう。奴らも組しておるか。わしが谷へ行く。話したいものが多いな。どうせ自慢話だろ。何を言った。はあ、忘れろ。海で待ってる。別れおった。後をつけ様子を見ましょう。お主には右を任せる。谷の道は狭い。上から後をつけるとよいぞ。知らずの弟めうぬぼれて汚れ仕事を手伝おうともせ。だが俺が金を得たらどうせ背びりに来るんだろうな。
一平、お前か。ねえ、足が水浸しだ。まったくひどい道だな。家族の敵は撃った。足立のジジイもその一族もこの世から消えた。吉平は気に入らんようだが、あいつは足立家の仕打ちを何も覚えちゃいないからな。もうすぐ大金が手に入るんだ。奴らに奪われた金の1000倍以上だぞ。自慢の子だろ。当然だよな。吉平、お前は何も分かっちゃない。ねえ、足が乾く暇もねえな。金が手に入ったら道を直してやるとするか。私の話をいつまで引きずるんだ。立ち去れなければ人を呼ぶぞ。もういい、いらねえよ。何様のつもりだ。ここはウムギだぞ。酒井を浅はかだと笑う者もいたが、地頭を助けることができたのか。マサコ殿を探そう。兄の方は犯人です。襲撃に関わっておるようでした。ならば泥を吐かせるまで。これから雇い主に会うようです。館の襲撃を命じたものかもな。兄弟の会話を盗み聞きましょう。行くぞ。俺は降りる。今さらおじけづいたのか。間違ってる。足立のジジイの所業を忘れたのか。おかげで俺らは家を失い、父親は酒に逃げたんだ。盗みをした罰だ。それに元から酒好きだった。いいか、金が手に入ればこの島から逃げられるんだぞ。家族を連れて平和な本土へ行け。早く済ませよう。どこへ行く。追いましょう。かがめ、奴ら見つかる。そいつとはどこで会う。浜に来るよう言ってやる。奴は二つ返事で家来に連れてこないとさ。兄さんはよく正気でいられるな。子供を見たのに。俺は殺しちゃいない。武具を流しただけだからな。畜生だ。雅子は生き延びたと聞いたぞ。だからどうした。あのババアに何が出るんだ。腹綿を引き抜いてやる。抑えて。話じゃ。念のため連れてきたんだろうさ。腐っても侍ってことだ。バカども、罠に飛び込む気か。お待ちを、見届けましょう。何かおかしいぞ。話は俺がする。お待たせして申し訳ない。どっちが大村か答えろ。ああ、俺ですよ。それで金はここにある。おのれ、私の獲物を。今回の仕事だ。
国があると聞きました。待って、オリアモ。探そう。私は賊のムクロを調べてみます。フミだ。これは宿で見つけた形状と同じ家紋だぞ。罠でしたな。襲撃の黒幕が大村の口を封じたのでしょう。正体を隠すは小物がすること。文を読むに金に困っておった様子です。裕福な僧侶ではないのだ。僧侶ですらないか。つまり黒幕は武士ではないというのか。家を起こそうと企てておるのやも。金などのために足立家を襲ったということか。かような謀略を企む者は数が知れておる。ならばこちらは調べる相手を絞る。まずはお休みを。このままではおくるだが。この手で黒幕を葬るまでは休んでなどおれぬわ。まだ屈指でなすことがある。檻を見て来い。